ホワイトドア。はい、どうも、じまです。今回こちらですね、ザ・ホワイトドアというゲームをやっていこうと思います。あんまりね、詳しくは説明見てないんですけど、なんかこう、パッと見た感じ、絵本みたいな作りになってんのかなと思う。ここ、右と左。この子どうしたらいいの？あ、開いた。なんかマウス操作っぽいね。デイワン。おっさんだな。ドラッグ。ドラッグって何をするの？あ、なるほどね。こうマウスでこう起こすっていうことをしたんやけど、今ちょっとまだまだ寝たいなっていう気持ち。でもね、もう8時っぽいよ。そろそろ起きた方がいいかもしれない。今日のワンコがもう終わったかもしれない。起きろ誰だい君。あ、これで動くんか。何これ。起きてドラッグトゥードリンク。起きてすぐ食べれるタイプ。しかもドーナツ。ドリンク飲んで、で、食べちゃう。これ何？カフェ、オールネスト、ワンドーナツ、ワンコーヒー、シュガー。OK。That was nice。1時間かけてご飯食べました。じゃあ歯磨きしよう。汚かったから何も歯磨きせんまま食べると汚いかもしれんけど、歯ブラシをドラッグトゥブルシュ。ブルシュブルシュ。もっと磨き。こっち側もこれ何？顎にちょろんってなって何？で、水で、ペッてせんと、あれ、ぐちゅぐちゅペッせんと、ぐちゅぐちゅペッって、誰お前名前ないきわからんけど、おじい一回ペッてせんと、I'm clean、そうかな。水流しっぱやけどいい？トイレは流さんと前日したやつは流さんと。なんでそんなことするん？君なんかさっきからちょっと不潔よ。レクリエーション、オンリーアフター、20時。あ、なんかできるけど、20時過ぎんとできへんってこと。ドラッグ。特に何も、何入れ、あ、なんかあるよ。ソンバードフード。なんか社員証か？名前、ロバートか。ロバートさん。OK。ロバート秋山さんね。わかりました。秋山さん行くで。これ何？メモリーテストアベレージアフター15時。なんか時間指定めっちゃあるな。これは？何これ？ TT。秋山さん。秋山さんとそここう。一応窓開けとこっか。なんかここの部屋暗そうやしな。チュンチュン。Hey bud。さよならバード。ナイスビュー。確かに。開けときって言ったやろ。チェックアップ。ロバート・ヒル。秋山ロバート・ヒルは、1972年の8月14日生まれ。ってことか、デート？英語わからんけんな。で、鳥、なんかチェックせえって言ってるな。チェックをせえ。これか？あ、今日が14に入ってきたって言ってたよね。で、20日に出れると。はあ。すいません、出ます。出れません。これ何？チェックアップって書いてるな。別に誰？デート？ハロー、ミスターヒル。これさ、日本語できたりせえへんの？あ、できる。日本語。お、いいやんか。ありがたいじゃないか。もう一回喋って。ヒルさん、こんにちは。ヤッホー、ヒルだよ。目が覚めたようですね。少し混乱しているかもしれません。あなたは事故に遭ったんです。事故？じゃあ、ここ病院か？刑務所っぽくない？何か覚えていますか？あなたの下の名前、秋山ロバート・ヒル。ロバートってどうやって書くの？まず一回できたよね。ロベ、バー、と今は確か1974あたりちょっと待っててください1972です。1972、はい、何日ですか？14日ぐらいだと思います。ロバート、これで終わりです。明日また様子を見に来ます。プログラムに沿って行動してくださいね。はーい。めっちゃ時間経ったよ。3時なんかできるって言って、これじゃないか？ 3 時。これをするんじゃない？テスト始めますか？はい、始めましょう。ドーナツ。何が見えましたか？ドーナツ。当たったんかな？ん？箱、女性、フレーム、植木。まあ、女性ではないことは確かやけど、フレーム、箱。これなんか花っぽいですね。鳥、植木、OK。これ人によって見えるもん違うんかな？そんなこと、携帯。え？ない。じゃあフレームかな？どれかって言われたらフレームかもな。何これ？え、雑になってない？何が見えました？キューブ、スピーカー、飛行機、ドーナツ。まあ、どれって言われたらスピーカーですかね。なんか適当になってない？何が見えましたか？コイン。ドーナツもああいうやつあるからな。エンゼルクリームとかあんな感じやろ。コインでしょうね。虫。え、太陽、箱、鳥、手。鳥ですか？正解。エンターキーを押してください。なんか来た。え、これ正解せんと何かこれもらえんってこと？何これ？え、正解せんともらえんシステムなん？これ食前？食後？どっちで薬？食前でいっか。飲んどいて。パスタかこれ？うどんか？なんか釜玉うどんって感じしたな。美味しかった。8時か。8時って何すんのやろ？娯楽。あ、なんかオリエンテーションみたいなの書いてたな。これ。娯楽は20時以降のみ。娯楽？何これ？違うやんか。こんなん娯楽ちゃうって。確かに好きな人もおるかもしれんよ。鍛えるんが好きな人はこれが娯楽かもしれん。私は決してこれを娯楽やと思ってない。もっとなんかスイッチとかプレステ4とかプレステ5とかそういうの持ってきてもらわんと。最悪 DS でもいいわ。最悪もうゲームボーイアドバンスでもいい。もういい。64でもいい。そっちの方がいい。何これ？楽しかった。秋山、それでええんか？え、寝るん？ちょっと待ってよ。秋山、ちょっと待ってよ。寝るん？おやすみ。別離。嫌なワード。何？いつもの場所で待ち合わせた。今のロバートか？え、何？これもなんか行かないかんの？俺はコーヒーを飲んでいた。右側のお気に入りのテーブル。こっち？右側のお気に入りのテーブル。いた。何してんの？一人？ただテーブルを見つめてた。ナーバスになっていて、テーブルにあるものを同じ方向に回した。どういうこと？ナーバスになったけんそんなことある？飲みづらない？はい。バカみたい。ここだけひげ剃ってる。コーヒーを一口飲んだ。一口飲みこうしたら目きれいやな、秋山くん。はい。ドーナツが運ばれてきた。投げられた感じするけどな。それを食べた。ドーナツ好きね。なんか甘いもんが好きなんかな。コーヒーにも砂糖入れてるもんな。さらに5分経った。誰？やっと彼女が到着した。疲れてるみたいだったけど、いつにも増して綺麗だった。彼女付き合ってんの？彼女は椅子を引いて少し近づいた。これギュンって引いたらこけたりせえへんのかな。シュッシュッシュッもう何ちょっと椅子、あ、こっちにね、あ、こっちに引くのね、はい。彼女は目をそらした。良くない兆候だ。目そらしできますね。何かやましいことがあるんでしょうね。他に男がいるのか、それとも金か、金を貸してほしいとかそういう系の話か。こいつまでこいつなんかだいぶ怪しいことしてるよ。あなたとはもう会わない方がいいと思う。しばらくの間どこかに行こうと思うの。男ですね。なんて言っていいかわからなかった。コーヒーをもう一口飲んだ。ロバート、多分やけど振られたんやで。なしなし何彼女の手に触れようとしたけど彼女は手を引っ込めた。うんうんうんちょっと触れたけど、そして彼女は去った。ロバート、振られたよ。ロバート、どう感じていいのかわからなかった。それね、振られた挙句、じゃあ最後にちょっとお手で触らしてってやったらやめてってされたんやろ。つらたん、なしなし。ロバートも他の女探そうな。はい、ロミーや。あ、え、そんな握力強い感じ。あ、ロバートロバート踏んだり蹴ったり。2日目。ロバート、おはよう。振られたね。ロバート、振られたけど今日も楽しく過ごそうな。じゃあまずトイレどうせ流してないろ、流しに行くで、臭いけん。うんこまでしてるやん、長さんとこでは。しかも拭かんとティッシュは。ロバート、そういうとこあるけん振られたんやで。でまず歯磨き、ブレッシュする。ロバートの振られた理由ってちょっとわかる気がするな。汚いもんな、基本的に。水流しっぱいし。準備完了。で窓開けに行こう。いい日差しが入ってきますようにや。なんか震えてるコールが、ちょっと待って。何あれ、彼女もしかして僕に会いたくて震えてんのか。行っちゃった。そこにいるのは誰だ。なんだあの子。じゃあご飯食べよう。あ、なんか色ついてきたね。あ、さっきの記憶を取り戻して思い出したってことか。っていうことじゃないか。多分このロバートは今記憶喪失か何かで一つずつ思い出すことによって、ドーナツは好きだ、よかった、ドーナツ好きなことも思い出した。だからこの色づいてない世界がどんどん色、誰だいん、何これ。そこにいるのは誰だ。なんか実績ロックは解除できたけど、あれ誰。ジョーソンバードフード、テープが貼ってある。剥がしいよ。ロバート、筋トレできるんやったらこれぐらい剥がさんと。脳筋か。診察 OK。 ブズーヤッホー。ロバート、こんにちは。よく眠れましたか。うん、なんか振られた夢見たけどぐっすりです。なんでこの子めっちゃ移動すんの。ロバート、こんにちは。え、診察は。あ、診察の時間です。年はいくつですか。え、年書いてたっけ。待ってて、ちょっと年考えてくる。1931年生まれやろ。で今が1931年。1931違う、1931ってことは1972から1931を引く。41歳。電卓使った。41歳。41、若く見えるでしょう。お気に入りのカフェの名前は。待って、レシートあったからちょっと待ってて。オールネスト、フクロウネスト、オウルネスト。働いていた会社の名前は、これなんか会社の名前っぽかったよね。ジョンソン。多分これな。ジョンソン。そう。そう。うん。OK。夕食に何が食べたいですか？ピザ、フライドポテト、スープ。どうしよっかな。これ全部食べたい。これセットにはできないんですか？どうしよう。じゃあ、スープください。あったかいスープを僕にください。ロバート、これで終わりです。経過は順調ですよ。ほんまにスープだけ持ってくる気なんかな。いっぱい欲しいんやけど。3時。記憶トレーニング。さんもおらへんの。じゃあ記憶トレーニングしよう。これによってご飯が出てくるか出てこないかが決まるから。テストを始めますか？はい。何これ？1個だけ違うの当てろってこと？なんか小学生の入学テストみたいな感じなんやけど。なんかなかったっけ？こんなん小学校入るときにテストみたいな。一つだけ違うものを選んでねっていう優しい問題やった気がするんやけど。なんだこれ？でもこれですね。触覚が1個しかない。なんかまた入れられ、ほんまにスープだけよこしやがった。ほんまにこれだけ一応スープ食べたいとは言ったけど、それ以外にもくれるもんなんちゃいますの。食前薬と損。例えばさ、スープ食べたいって言ったらさ、他にも普通用意してくられへん。パンとか。なんでどこ行ってんの？ロバート、うろうろしないよ。娯楽睡眠ですね。今日の娯楽は、マリオパーティーが入っていますように。ちょ。でもこれなかなか楽しいぞ。やばい。調子乗った。スピンをかけつつ、こっちに。ね、ロバート、楽しい。スピンかけたやろ、また。調子乗ったやろ。ダメよ。これ多分10回終わるまでやめさせてくれんけ。ロバート、楽しい。もう昨日の娯楽よりかは、個人的には楽しいかな。俺才能あるかな。10いったね。行けるとこまで行こうね。もう数えてくれへんね。ロバート、見えないよ。そう。スピン。寝まーす。おやすみ、ロバート。鳥の餌。俺は仕事に向かっていた。なんか言ってたね。バードフードって言ってたもんね。ラジオを消した。音楽が彼女を思い出させたから。って言ってるよ。なんか今、鳴らされんかった。ちょっと。道路に集中しなければいけない。何？職場に向かうってこと？どこ行くの？何？赤信号で止まった。一人の物乞いが近づいてきた。やめてください。車の窓を開けた。開けない方が危ないよ。何？このぐらいの窓の開け方で許してくれ。怖いわ。何？彼女にコインをあげた。優しい。欲しいか？はい。青信号になった。ピップップー。すでに仕事に遅刻していた。急ぐ必要があった。でもロバートの会社知らないよ。どこ？どうやって？どうやって曲がるんやろ。どこ？僕の、下か。僕の会社どこ？もう、あ、なんか変なとこ行ってきた。下。右。まだ右よ。まだ右。あ、ここだ。ジョンソンバードフード。煙突から黒い煙が立ち上った。これ。煙まで私が操作せないかな。はい。俺は入り口に向かって歩いた。入ります。お疲れ様です。おはようございます。ドアには鍵がかかっていた。うん。これ？え、コード番号に入力した。これやろ。左下の3461やろ。こんなとこ書いていかん。誰でも入れるで。You are late. Come in. ごめんなさい。I opened the doors. なんでここから怒られないかんの。入ってからにしてよ。ドア開けた。ちくしょう。なわけよ。ダメかも。怒られる。え、パジャマで来た。ユニクロのスウェットで来とるやないか。そういうとこやぞ。何これ。なんかロッカー。あれ、どこ行ったらいいの。あれ、僕の仕事って何でしょうか。あ、誰や君。誰。ボスはネクタイを締め直した。キュッ。ヒル、遅刻だぞ。部署にさっさと。でも急いで来たんですよ。スウェットで来たんやもん。そこは褒めてほしいところやわ。1。何これ。仕事すんの？何これ？クッキー。なんか、袋。手。合ってんの？一応仕分けしたけど。手があったよ、手。え、2は？ここは？何すんの？えい。どういうこと？なんかこれシュッてなんか入れれるんかな。なんか芋、あ、なるほど、理解。へい。なんかこれハリーポッターだったよね。賢者の石と魔法のマント。でも今とこの杖がなかったな。へい。で、三角。完璧じゃない。これ多分あと1個引かれば、もう1個。あ、もう一回。1個できてません。1個できてない。いいか。ボタンを押さないでください。押しまーす。あれ？やばい。逃げろ。違うやん。振りやったやんか。じゃあなんであんな施設作んねん。押してほしくないんやったらちゃんと押してほしくないなりの何かがあったと思いますけども。逃げろ。あの上司に見つかったら終わりや。逃げろ。どこまで、あ、もう、逃げ道がない。どうしよう。ブーブー言ってるで。なんか知らん顔して何があったんすかって聞いてみよう。そしてなんか、何があったんすか。ボスはヘルメットを深くかぶった。お前は、クビだ。荷物をまとめろ。僕のせいじゃないのに。これか？荷物をまとめろって。あ、これ届いてたやつ。うわ、これ入れて、写真も本も入れて、ヘルメットも入れる。これ何？バリカンではない。あら、入社したての。あ、彼女との写真もある。あ、写真も持っていこう。思い出に罪はないからね。お疲れ様でした。ありがとうございました。LINE はブロックしますね。さあ帰ろう。無職になってしもた。